特急切り国273号新栃木行きです。おかげさまで本日この列車の特急券は全て売り切れ満席で運転しております。この後お客様の皆様には記念の乗車証を配布させていただきます。お席でお待ちください。すでにご存知かと思いますが、2022年3月12日に実施されますダイヤ改正をもちまして、本日ご乗車の特急切り口273号をもちまして350型は定期運行を終了することとなりました。これまでのご利用誠にありがとうございました。それでは、この350型最高の乗車について皆さんにご紹介させていただきたいと思います。350型は今から31年となります。1991年平成3年7月21日に、3編成合計12両が、赤い急行龍馬号で使用されておりました1800系からの更新により、それまで6050型で運転されておりました快速急行列車を置き換える急行龍馬車両として、当時の時刻はあの人もこの人も白い急行で急行時刻で運転をいたしました。車体塗装は100系スペーシアや6050型に並びまして、ジャスミンホワイトにパープルVZとさらにコーラルオレンジの両面が高速急行列車の力を採用し、4両という特徴を生かした急行南の部分が2年くらいの急行下野号での使用を開始いたしました。2006年3月からは特急列車の格上げ、2017年は夜行列車の予定夜行2355、スノーパル2355でも使用されました。2020年に特急下野号が廃止となった現在は、特急実に運転されておりますこの特急切り売り号は団体専用列車として使用、車両も2編成8両の特急となりました。この350型の特急切り売り皆さんの親切にご着を向けまして、ぜひ入手の希望は終了となります。これまで長きにわたりまして350型をご利用ご愛顧くださいまして誠にありがとうございました。終電した時までご覧いただければと思います。本日はありがとう350型特急切り売り283号にご乗車いただきましてありがとうございます。